冬から春にかけては黄砂に気をつけることが大切です。そもそも黄砂とは、中国大陸の砂漠などで強風などによってこの砂塵が巻き上げられ、この砂塵が飛散し、この飛散した砂自体のことを黄砂と呼びます。日本列島にはこの強風によって巻き上げられた砂塵が偏西風などの強い風によって飛来し、今年はたびたび高濃度の黄砂を観測しました。こちらは特に高濃度の黄砂を観測した3月28日の天気図です。発達した低気圧が中国大陸を移動し、翌日には日本列島に接近してきていることがわかります。この空気の移動によって黄砂が飛来してきました。この当時の気象衛星を見てみると、くっきりと茶色く黄砂の飛来しているのが見受けられます。これらの黄砂にはアレルギー物質が含まれていることもあり、特に注意が必要です。まずは気象庁などでも黄砂の情報が発表されています。これらの情報を確認するようにしましょう。そして特に注意をしなければならないのが、呼吸器系や循環系のアレルギー疾患を持っている方です。こういった方、高濃度の黄砂が予測される日には不要不急の外出は避ける。また外出をされる際にはマスクやメガネをつける。そして帰宅したらすぐに洗顔やお風呂に入るなども有効と言われています。また空も霞みやすくなるため視界が悪くなります。車の運転は慎重に行うようにしましょう。そしてこういった天気の日は洗濯物や車が汚れやすいです。こういった日は洗濯物、外干しは避けるようにしましょう。